皆さんこんにちは。九州で経済活動をなさっておられるすべての皆さんの応援団、九州経済産業局のバーチャル職員、九州葵です。前回、九州経済産業局の新たな商店街の可能性を探るプロジェクト、商店街 X プロジェクトの概要について勉強した件、これから数回に分けて今年度のプロジェクトの詳細を勉強していくばい。私も商店街の新たな可能性が見つけたかって人はこの動画ば見てね。まずはワークショップ事業について。今回も商店街 X プロジェクトを担当する流通サービス産業課の K さんに来てもらったので、詳しく話は聞いてみるよ。こんにちは。今回は商店街 X プロジェクトの令和5年度の取り組みについて勉強しに来たばい。また来てくれたんだね。前回の商店街 X プロジェクトの説明動画で聞いたばってん、今年度の商店街 X プロジェクトは事例発信、ワークショップ、ネットワーク作りに取り組むんよね。その通り。よく覚えているね。今日は第1弾としてワークショップの説明をするね。まず前回の動画で商店街 X プロジェクトはデザイン経営をキーワードに商店街の新たな可能性を探るプロジェクトというお話をしたのを覚えているかい？もちろん。ご覧の皆様で前回の動画を見ていない方はぜひ前回の動画を見てね。前回の動画では商店街におけるデザイン経営は内なる実践者が外部の視点を取り入れつつ未来の妄想をし、小さな実行を積み重ね少しずつ仲間、輪を広げていくというのをお話したね。九州の商店街には内なる実践者の方がたくさんいると思うんだけど、その中でも未来の妄想や小さな実行をどうしたらいいか悩んでいる内なる実践者のためのワークショップなんだ。内なる実践者が未来の妄想という軸を見つけて、小さなことでいい件始めて、その輪が広がっていくと九州が熱く盛り上がっていきそうたいね。小さな実行をしてみてるけどうまくいかないと悩む内なる実践者の方にとっても、改めて妄想する未来に向き合って小さな実行を見つめ直すきっかけになってくれればいいと思っているよ。なるほど。具体的にはどぎゃんワークショップがすると？そうだね。ワークショップの実施内容を紹介するね。お願いします。大きく2つのワークから構成していて、1つ目に未来の妄想、商店街の活性化を目標にするのではなく、そして実現可能性は抜きにして自分たちが本質的にありたい姿を考えるよ。2つ目に小さな実行の検討、リーンキャンバスという新規事業を検討する際に使われるフレームワークを用いて妄想する未来を実現するための一歩目となる事業を考えるよ。リーンキャンバスは1回作って終わりではなく、実践しながらブラッシュアップしていく性質のものだから、今回のワークショップが終わっても実験と失敗を繰り返す力を身につけることができるんだ。リーンキャンバス？なんか難しそうかい。ワークショップの内容自体はみんなでワイワイ話しながらワークシートに穴埋めしていくことで自然と議論が進んでいくから安心してほしいな。ちなみに未来の妄想をした後にリーンキャンバスで小さな実行をするのはどうして？商店街におけるデザイン経営事例を見ていると、単に商店街を活性化したい、しなければならないではなく、例えば近くに観光客が多いのに人が来ないのはもったいないなだったり、自身で営む事業を持続するためにも地域を盛り上げたいだったり、内なる実践者を動かす原動力があるというのが分かったんだよね。その原動力を見つけるのが未来の妄想するワークの役割なんだ。葵ちゃんも人からここが汚いから掃除してと言われるより、自分できれいにしようと思って掃除をすると気持ちがいいと思うことがあるんじゃないかな。あるある。商店街や地域の方々がイベント疲れをしているという話を聞いたりすることもあるけど、それはもしかするとイベントが義務的になっているからなのかな。自分を動かす原動力、妄想する未来が何かを理解してとなると、きっとモチベーションが違ってくるね。そう。ただ企業の経営も同じだけど、原動力や思いだけでは資金面や人的リソース、需要があるのかなどの課題が出てきて持続しないよね。そこで原動力となる妄想する未来と客観的な情報を照らし合わせ、すり合わせていくのがリーンキャンバスによる小さな実行の検討の役割さ。未来の妄想と小さな実行をワークショップで実践するってことだね。スケジュール感とか何回にわたって開催するのかを知りたいな。まず全体の流れを説明するね。ワークショップ自体は全4回開催。開催の合間にオンライン相談対応、
全4回の終了後に内なる実践者の関係者にワークショップで検討した内容を共有する報告会を内なる実践者主催で企画のが一連の流れになるよ。全4回のワークショップは午前中に講義を聞いてインプット、午後から講師を交えてグループワークを行うよ。ちょっとハードバイ。そうだね。でもその分濃密で満足感が得られる内容になっているはず。講師は1回目は油津の商店街の活性化に携わり、九州内外の商店街を数多く見てきておられる紀藤先生、2回目は地域のデザインに取り組む実績をお持ちの九州大学の杉本先生からデザイン系に関するお話を、3回目に事業構想のアドバイザーとして弁理士の畑先生からリーンキャンバス中心に話していただくよ。豪華ラインナップ。昨年度の参加者の声を聞いてみるかい。ぜひ。どういう思いで参加したのか、参加しての感想とか聞きたいな。昨年度商店街 X プロジェクトの成果報告会で参加商店街の皆さんに登壇いただいたんだ。その時の声をいくつか抜粋しよう。うちは生鮮がずっと主でやってきた市場なので、従来からずっと持ち続けている先入観というのがなかなか抜けなくてですね、いろいろなご意見をいただいた先生方の話を聞きながらですね、時代も変わってるし、ライフスタイルっていうのも非常に変わってきているので、まあ、それに即したようなことでやっていかないといけないかなというふうに思って、ですから一度私たちの先入観をですね、分解していただいて、まあそこからまた再構築する、まあ、そんな作業ができたんじゃないかなというのが一番良かったことだと思います。事務局長に担わせてもらってるんですが、一人でこう動くことが結構多いです。で、今回のワークショップは申し込み書で私一人で参加申し込み出したら、事務局さんの方から3人以上が条件でしたよね、というご指摘を受けて、慌てて会の中で声かけて、合計4名ですかね、で参加させてもらいました。まあ一人で参加するよりですね、そうやって多くの仲間で参加させてもらうことで、けんけんがくがくありましたけど、最後はなんかうまくいろんな人の意見とか知恵をもらえて、やっぱりなんか仲間内で参加させてもらうことって非常にいいなと。僕が菊池商店街デベロッパーの CEO になるわけでもなく、やっぱりみんなでやりたいんだなというところまで一回落として、どんなやり方でその夢を叶えようかとは思ってきたんですが、まあまた新しく出会う人たち、これから一緒にやろうとしている人たち、表現したものが形に現れるということをやっぱ菊池で経験してほしいということだけがまず根底に落としてしまわないと、僕が散々いろんなことをやってきたことなので、それはダメだよ、それが正解だよって言っても、なんか誰も楽しい商店街はできないなということなので、一番大変なのは自分が経験してきたことややってきたことを一回こう外して、本当にリスタートする気があるのか、また人と絡み合って若い子たちとけんけんがくがくしながら、イベントや事業を進めていく、僕の覚悟の落としどころを探すのが一番大変だったように思います。やりたかったことをもう報告会でやっちゃいましょうということで、早速ワークショップを集まった皆さんとやりました。で、駐車場がわからないとか、もう早速、まあ、もうこんなのがあったがいいなとか、空き店舗事業を推進するんであれば歌舞伎屋の方で1店舗1店舗調査に入って、何歳のいくつのおばあちゃんが住んでてこういう状況であるみたいなものまで全部お前らが調べろとか、僕が期待している若者がちゃんと参加してくれて、はっきり意見を言ってくれて、なんか嬉しい出会いのきっかけがもう作れたかなとは思っており、そこで、うちのスタッフの、セリカ君が早速 LINE の QR コードを前にボンと掲げて、LINE 交換は全員にできたという状況なので、これから次々にやりたいことを発信していけるなというふうに今思っております。
すごい、皆さん生き生きと話しておられる。今年度は昨年度の熱いワークショップをさらにバージョンアップさせて取り組んでいく予定なんで、ぜひ参加を検討してね。ケイさんありがとう、大変勉強になったまい。この他の商店街 X プロジェクトも随時発信していくということで、更新楽しみにしとるけんね。ということで、今日は商店街 X プロジェクトの一つワークショップについてケイさんにお話を聞いてみたばい。その後聞いたとばってん、応募期間や応募にあたっての注意点があるみたいなので、九州経済産業局のホームページを見て応募申請書に記載の上応募してね。わからない点があれば九州経済産業局流通サービス産業課の商店街 X プロジェクト担当まで聞いてはいよ。ということで今日はここまで。九州経済産業局には中小企業向けのいろいろな支援施策がありますよ。これからもたくさん動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。九州経済産業局のツイッターもフォローしてくれると嬉しいです。また次の動画で待っとうばい。バイバイ。